キーです。そしてちびまるでーす。ということでですね、ちびまるちゃんと帰宅したので、無事にですね2人でまずはね、ちょっとちびまるのね紹介動画を撮っていきたいと思います。ということでですね、ちびまるちゃんなんですが、11月のね27日に誕生しまして、ちょっとね出産がいろいろ大変で、まずね予定分娩ということで、子宮口がね4センチ私がもうすでに空いていたということで、まあ予定分娩ということで11月の27日にもう産む予定で、26日からですね、まあ、前日から入院していました。そしてですね、27日のですね、まあ、深夜ぐらいから陣痛室に一応移動しまして、で結局ですね朝までそんなに陣痛が進まなかったりとか、あと結局朝からですね促進剤の方を打ったんですけど、あんまりね進まなかったということもあって、結局ですね、まあ、人工破水ということで、まあ、破水をさせて、まあ、出産をしたという形になります。でですね、途中ですねちょっとちびまるちゃんがね、あの1000回以上といって回り方を間違えてしまったりとか、いろいろハプニングがあってですね、ちょっと吸引分娩という形にはなったんですけど、まあ、無事にね11月27日に誕生してくれました。ということでですね、ちびまるちゃんですね、生まれた時 2726g で女の子ですね。でですね、胎児にねちょっとオーダーの値がね高くなってしまったということがあって、まあ、数日後にですねまた病院に行って、ちょっとオーダーの値を測らないといけないんですけど、ちょっとねオーダーがちょっと高いので、顔がねちょっと普通の子よりか黄色っぽいっていうのと、目のね白い部分がちょっとね黄色がかって、薄黄色っていう感じで黄色がかっているので、ちょっとねここ2、3日でオーダーの値がぐんと上がってしまう可能性があるというふうにお医者さんには言われているので、よくね白目を観察してしたりとか、あとね母乳を飲まなくなってしまったりとかっていう感じになってしまったり、ぐったりする様子が見受けられると、ちょっと黄疸がね強いっていう一応サインになるそうなので、ちょっとね観察をこまめにねして黄疸の値が強くないかというのを見ていきたいと思います。まあ、それ以外はねまあ無事に生まれまして、問題なくね退院できたので良かったかなっていうふうに思っています。ということでですね、まあ、今後の動画でですね、まあ、出産のもっと細かいレポートの出産レポートだったりとか、あとはですね、まあ、我が家にはちゃんまるくんがいますので、ちゃんまるとのね対面式をちょっとしていけたらいいなというふうに思います。ということでですね、まずはね、ちびまるちゃんの紹介動画でした。ということで、ちびまるさんはおっぱいを探しているようなので、この辺で終わりたいと思います。ということで、以上、新しいちびまるとミルキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価を、そしてチャンネル登録がまだお済みでないという方はこちらからちゃんまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひ登録お願いします。そして Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひ Twitter もご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。